上信電鉄の完成な無人駅、西吉井駅からこんにちは。本題に入る前に、上信電鉄についてお話しします。上信電鉄は、高崎から下仁田を結ぶ、全長 33.7 キロの路線を有する会社。明治時代から存在する古い古い路線です。昔は神津家鉄道って名前でしたけどね。さて、そんな上信電鉄という古い私鉄に JR のオフルの車両がいるそうです。来ました来ました。こちらがもともと JR で走っていた車両、700系です。そのため、JR 時代にデビューした車両ながら、かなり国鉄色が濃いです。個人的に面白いと思ったのは、車内液晶も取り付けられたってところですね。107系にも付けられるんですね。レシップ製の LCD らしいです。取り付け位置的に、JR 西日本の225系感が否めないのは私だけでしょうか。かつては107系は JR 東日本の高崎地区を走っていました。そして今は高崎に接続する上信電鉄を走っています。高崎といえば107系、みたいな感じになっているような気が、人によってはするかもしれません。座席は基本的にロングシート。トイレ横だけはクロスシートです。座席は別にバケットシートではありませんが、深く座れるブリッジシートが採用されています。かつて烏山線のキハ40でも用いられていましたが、やっぱり採用例は少ないです。バケットシートの方が何かと適していたんでしょうね。ところでこの107系はロングシートですが、高崎地区では当時クロスシートの115系も同時に運用されていたため、それと比較すると当時は外れ的車両だったとか、そうじゃなかったとか、ま、今の高崎地区ってオールロングシートなんですけど、就任当初は長距離を走るということもあり、トイレもありました。今は機室になっており、トイレは使えなくなっています。もし高崎から下仁田まで乗り通す場合は、事前にトイレを済ませておくか、1時間地獄を味わうかのどっちかになります。107系が投入される前、高崎地区では165系が走っていました。しかし老朽化や、2ドアボックスシートによる乗降時間など、問題が山積みでした。そこで165系を置き換えるべく107系を開発するに至ったわけです。自社製造車という合成な仕様ですが、一部は165系の機器を有用してました。そのため、どこか設備的な古さは否めません。車体がやたらギーギー言ってるのはただの老朽化だと思いますが、ここら辺もチェックしておきましょう。下仁田寄りの車両は花752、高崎寄りは雲花702でした。そして日本電装によって平成31年に改造を受ける、随分最近ですね。令和に入る直前ですよ。昭和に生まれ、平成に高崎地区を走り、令和に上信電鉄を走る、なんか感慨深いものがありますね。同じ700系との行き違い待ち。700系はいろいろラッピングが施されていますね。見てください。群馬ちゃんも700系のおかげで、ベンチに侵食されてますよ。誰もツッコミがいないと寂しいですね。え、あっちはフルカラー LED。そんなこともあるんですね。というわけで、高崎駅に到着。本日は上信電鉄の700系、元 JR107 系についての動画でした。まだまだ上信電鉄を元気に走っていますので、皆様も富岡製糸場や下仁田などに用がある際は、ぜひ乗ってみてください。最後は鉄道娘のキャラクターである富岡シルクさんと、定番線を去る上信電鉄700系と共にお別れしましょう。ご視聴ありがとうございました。